お願いいたします。私は読み上げが3件あります。閣議の概要について申し上げます。一般件と16件と法律の交付政令人事が決定されました。大臣発言として石原大臣から平成29年度予算編成の基本方針について、安倍総理大臣から平成29年度予算編成の基本方針および予算編成の指示について、財務大臣から平成29年度当初予算編成について、総務大臣から日本放送協会平成27年の財務省書および業務報告書並びに総務大臣の意見等について、および労働力調査結果および家計調査結果について、厚生労働大臣から有効求人倍率について、復興大臣から東日本大震災からの復興の状況に関する報告について、文部科学大臣から国立研究開発法人科学技術振興機構平成27年度革新的新技術研究開発業務等に関する報告書および同報告書に付する文部科学大臣の意見について、加藤大臣から平成28年度障害者週間の実施について、安倍総理大臣から海外出張在中の事務大臣について、それぞれご発言がありました。閣僚懇談会で山本幸三大臣から秋の年次公開検証の指摘への対応等について、財務大臣から秋の年次公開検証について、それぞれご発言がありました。昨夜から今朝にかけて青森県と新潟県において、高病原性の鳥インフルエンザと考えられる家菌が相次いで、確認されたことを踏まえ、政府としては対策を迅速かつ機動的に推進するため、今朝インフルエンザ関係閣僚会議を開催をいたしました。すでに総理から現場の情報をしっかり収集すること、農林水産省をはじめ関係各省が緊密連携し徹底した防疫措置を迅速に進めること、国民に対して正確な情報を迅速に伝えること、この3点の指示があったところですが、これを踏まえ政府一丸となって感染拡大の防止のために緊張感を持って万全の対応を取ることを確認をいたしました。今年は野鳥においても感染例が確認しており、また周辺国で課金での感染例が多数確認されており、今後他の地域での発生の恐れもあります。政府としては鳥インフルエンザの蔓延防止は危機管理上の重要な課題であるとの認識に立って、関係府省の緊密な連携のもと引き続き対応に万全を期してまいります。本日開催をした農林水産業地域の活力創造本部において農業競争力強化プログラムを決定し、農林水産業地域の活力創造プランの中に位置づけました。このプログラムには農業者の所得向上と農業の成長戦略産業化を図る観点から、生産資材価格の引き下げや流通加工構造の改革、生乳流通改革のほか土地改良制度の見直しや収入保険制度の導入等を盛り込んでおります。政府として次期通常国会に所要の法案を提出とともにフォローアップをしっかり行い、改革を確実に実現していく考えであります。私から以上です。はい、はい、関連ですけれども、長官の発言にもありましたとおり、さらなる感染拡大の恐れも指摘されているわけですけれども、状況によってはですね、さらなる対策を打っていくということもあり得るんでしょうか。まずですね、今申し上げましたように、総理指示に従ってですね、すでに当該農場で飼われている家禽の殺傷処分や埋却、さらに移動制限、搬出制限の設定といった防疫措置にこれ、着手をしています。具体的に青森県では16,500羽のフランス側も殺傷処分、さらに新潟県で32万羽弱の鳥を殺傷処分をしているところであります。さらに移動制限区域の農場における発生状況を確認、検査、さらに発生農場周辺の消毒を強化するともに、主要道路に消毒ポイントを設置、矢倉農林水産大臣政務官を青森県に、細田政務官を新潟県にそれぞれ派遣するとともに、農水省の専門家を現地に派遣するなどの対応を講じています。引き続き地元自治体と十分連携し、関係省庁が連携しながら万全の対応策を今取っている、そういう状況です。
はい、関連になります。これまで国内でその人に感染したケースというのは報告されていないわけですけども、まあ、今回そうした可能性についてはどう分析なさっているんでしょうか。そこも従前と同じであります。そして、今回の発生現場からそれぞれの周辺においてしっかり今申し上げましたように、殺傷処分やあるいはこの移動制限区域内の発症それぞれ道路の消防と消毒とかそうしたことを関係省庁挙げて今取り組んで、おるところです。はい、新聞の会議です。冒頭言及ありました農業競争力強化プログラムの関連でお伺いします。今回のこの改革に関して、政府としてはどう評価し、また農業従事者にとってどういったメリットが具体的にあるとお考えですか。まずですね、この農業競争力強化プログラムを決定をしてですね、これというのはあくまでも農業者の所得の向上と農業の成長産業化を図る観点から安倍内閣が数名農政改革を断行するために極めて大きな意義を持つものであるというふうに思っています。そのためにはですね、生産資材確保、国際水準までこれ引き下げる、あるいは農産物の流通加工構造を時代の変化に踏まえた効率的なものにする、そして関係業界の再編が重要であって国も再編に向けた取り組み、これを後押ししていきたいというふうに思います。特に全農とも合意の上で、全農が農業者の立場に立って抜本的な見直しを行うために、農協改革集中推進期間内に十分な成果が出るように年次計画というものを立てて取り組んでいく、こういうことになっています。また選入についてですけれども、従来の生産者が出荷先等を自由に選べる、生産者がという観点から指定団体に出荷する生産者のみ普及金を交付する、こういう制度でありましたけれども、これを改めまして、指定団体以外に出荷した生産者にも補給金を交付する、こうしたことの抜本的見直しを行いました。この改革は50年ぶりの改革であります。で、このプログラムを速やかに実行するために、次期通常国会に改革のための法案を提出をしたいというふうに思います。改革の進捗状況について定期的なフォローアップを行うこと、ここも仕組みができてますので、このことによって改革を前に進めていきたい、こういうふうに思います。はい、読売新聞の会議です。今言及ありました、全農改革の部分に関してなんですが、ここに関しましては規制改革推進会議の作業部会の提言では、当初入っていた1年以内という期限は削除された形ですが、この年次計画を立ててこのフォローアップしていくことで十分に実効性は担保されていくとお考えですか。そこは報告も受けますから、そこについては担保される、このように思っています。はい、朝日新聞の岩です。話題変わります。12月のプーチン大統領の訪日を控えて、ロシア大統領府のペスコフ報道官がロシアメディアに対して、北方領土問題の解決を含む平和条約の締結についてですね、両国の間でかなり辛抱強い努力が求められる問題だと述べています。解決には時間がかかるという指摘だと思いますけれども、日本政府としてもプーチン大統領の訪日で一気に問題解決が進むものではないという認識をお持ちでしょうか。政府としては従来申し上げてますように、まず4党の帰属の問題を解決をして平和条約を締結するという、これが基本方針ですから、これに基づいて、粘り強く、交渉を進めていきたいというふうに思っています。そして、総理が先般も発言をされてますように、簡単な問題ではないけれども、この山口で開催される日露の首脳会談においても、静かな雰囲気の中で、こうした領土問題、平和条約締結問題について、じっくりと議論がなされて、そして一歩一歩前進が見られることを期待をし、それ以上首脳会談の結果について予断することは差し控えたい、そういう総理がこういう発言をされています。まさにその通りだというふうに思います。
はい、朝日新聞の岩です。そうしますと12月の首脳会談はですね、あくまでもこの北方領土交渉に向けたスタート台になるというような認識ですか、ね、首脳会談の結果について予断を持って発言することは控えたいと思います。はい、錦山隆です。閣議での総理発言なんですが、29年度予算編成の基本方針について総理から指示があったとのことですけれども、どのような発言があったのかご紹介いただけますでしょうか。総理からはですね、平成29年度予算編成に向けては財政健全化への着実な取り組みを進める一方、一億総括社会の実現のための子育て、介護や成長戦略の鍵となる研究開発など重要な政策課題について必要な予算措置を講じるなど、まずメリハリのついた予算にしてほしい。さらに、財務大臣に、対しては、この基本方針に基づいて、予算編成をしてほしい。さらに関係閣僚においても協力をお願いしたい。こういう趣旨の発言です。よろしいですか。はい、ありがとうございました。